市川中学校、高等学校は、千葉県市川市本北方二丁目にある私立、中学校、高等学校。高等学校においては、中学校から内部進学した生徒と高等学校から外部進学した生徒との間で、第三学年から混合クラスを編成する併設混合型中高一貫校。 帰国生入試が行われており、各学年に2クラスずつ一般生徒と帰国生による混合クラスがある。また、高等学校では希望者のうちの成績上位者によって編成される特進クラスがある。略称は、市川、市学、IG など。男子と女子の比率は5、3である。不律4中の英語教師。 主任として多くの生徒を第一高等学校などの旧生高校へ排出した小賀米吉が1937年市川市八幡座神殿に市川中学校を開校。米吉は2年間ロンドン大学に留学しており、イギリスで見た生徒の自主性を尊重するパブリックスクールの紳士教育を理想としている。創立以来、独自無双の人間観、よく見れば精神。 第三教育の教育理念を掲げ、第三教育において、自分で自身を教育することを、教育方針としている。これは、自由主義的な幸風を念頭に置いたものである。初代校長には、七博士建白事件で知られる、中村進馬を招聘開校時の新入生はわずか32名であった。米吉は、 第2代校長と第4代校長を請求する1983年まで長きにわたり、勤め、大きく発展させた。私学の振興、発展に対する功労が認められ、乱受法賞、軍四等随法賞、十五位、軍四等局実賞受賞を受賞している。千葉県私立の進学校の一角を、なし千葉県私立ご参加と称されるようになる。開校以来70年弱にわたり、 男子校であったが、2003年、本北方への移転とともに、男女教学を開始、中学の教学科を経て、高校も、その第一期生が進学する2006年から順に、教学科がなされた。2017年度から、高校入試試験科目が5教科となった。なお、学校法人市川学園は、市川中学校、高等学校の他に3カ所の幼稚園を、経営している。 市川学園の教育方針は個性の尊重と自主自立である。これを実現するためにという三本の矢を立てている。第三教育とは自分で自身を教育するということである。また、こういった教育方針は自由主義的な工夫を念頭に置いたものである。年度始めには全員にシラバスが配布され、生徒が学習の流れをつかみやすいように工夫されている。 また、2016年度より一部の学年では試験的にタブレット端末の導入を行っており、生徒の勉学の学習の補助をサポートしている。現在の理事長である小賀昭一は1936年東京を生まれ、市川中高を経て東京大学工学部卒業、1959年東芝に入社、米国駐在部長、 常務、専務などを経て、1996年に代表取締役副社長に就任。副社長在任中には、東芝パソコン訴訟事件、東芝クレーマー事件などにも対処してきた。2001年、取締役を退任し、現在に至る。プロフェッサービジットとは、国立大学13校の教員が、全国各地の高校を訪れ、最先端の研究成果や、 大学での学びの楽しさを伝える企画である。金沢大学理工研究域カズモ物科学系の米徳大輔教授によるタイトルガンマ線バーストから宇宙を探るについての出張講義が2018年9月26日に開催された。市川学園では2013年から寺島実郎を招き、第1回を除く毎年小学年記念アリーナにて、 経済や世界情勢に関するフォーラムを開催している。制服男子の制服は黒の爪襟で黒ボタンが特徴である。黒ボタンは旧正中学時代からの伝統で市川学園の交渉である事象がかたどられている。女子の制服は中学校ではセーラー服、高校ではワイシャツにブレザーである。また女子はニーソックスも学校指定である。 夏季は、軽装が認められている。男子は爪襟を着用しなくてもよく、ズボンも夏用に変更可能。修学女子は、学校指定の夏服を着てもよく、高校女子はブレザーを着なくてもよい。女子もスカートは夏用に変更可能。原則的に、男子は、ワイシャツの胸元に、クラス章をつけ、女子は胸元に、学年章をつける。また、男子は、爪襟の首元に、 学年賞とクラス賞をつける。ありがとうございます。